皆さんこんにちは、秋総裁です。この部屋は駅北ホールの一応控え室というか、親族の方が控えをされる部屋なんですね。で、実はこの部屋で葬儀の打ち合わせとか、そして事前相談、行っております。この部屋でですね、ここへお互い私らとご家族が座ってですね、葬儀どうしますかとかいう、そういう話を葬儀の時なんかするんですね。で、こういう一部資料をちょっと置いておりますが、こういったものを見ていただきながら話し合いを進めていきます。そして事前相談でこの会場を見学に来られた場合、会場を見ていただいて、この部屋で話し合いをするわけなんですけど、ここにはこういう骨壺なんかもね、一応置いております。で、骨壺もいろいろ大きさがね、家族の方によって、重いというのが違うもんで、そういう骨壺なんかもここに置いております。で、この式場を見ていただいて、大体この広さですよということで、ここにはどのぐらい座れますかいう、以前は20人とか25人とかいう、家族近親者の方だけで葬儀を行われる言われてもですね、コロナウイルス以前はやっぱり20名ぐらいの方はお見えになられておりました。最近はですね、本当今やっぱりコロナで、やっぱり葬儀の集まる人数というのが本当に少なくなって、もう10名以内とか、5名とか3名とか、本当その亡くなった方のご家族だけで葬儀を行われるというケースが、うちの場合は増えております。コロナウイルスがですね、収束というのが去年のちょうど今頃もですね、もう夏過ぎたら収束するんじゃなかろうか、もう終わりが来るんじゃなかろうか言うとりましたが、まさかここまで長くですね、もう毎日今でも報道、コロナウイルスが何名広島で、発症したとかですね、そういうニュースが依然続いております。やっぱりそうなると葬儀をされる当事者の方へのはですね、やっぱりうちの家で葬儀から何かコロナウイルスね、体の具合が悪くなった、で熱が出たとかね、そういう異変が起こっちゃいけんのでいうことで、やっぱりすごく気にされる方が多いです。これは実際もこの式場で、いつもこの式場だけでないですけど、葬儀のお話ということになると、当事者になるとですね、やっぱりいろんなことが気になって来られます。今見ていただいているのが、これは火葬場のですね、注意事項とか、お棺の中にこういうものを入れたらいけませんよとかいう注意事項が出ておりますんで、一応ここに掲示をして、ご家族の方には一応ここを見とってくださいねということで、ここへ貼っております。その他ですね、打ち合わせ等々をするとき、事前相談なんか特にそうなんですけど、やっぱり家族の方によってはいろいろ相談内容が違うんですね。やっぱり今一番多いのはコロナで、最近皆さんどういう形で葬儀をされておりますかということをやっぱり聞かれます。で、火葬場に行かれて、当家によってはですね、火葬場で会食をされる方もおられますし、うちの場合はやっぱり会食はちょっとやめとこうと、で弁当はですね、持って帰っていただく分で用意をしときましょうという形が増えておるのも事実です。この辺はですね、ご家族によってコロナウイルスに対する温度差というのが当然ありますから、うちらの方はあくまでも事例としてこういうふうにされるご家族がおられますよ、また逆に、こういった形で行われますよというのはですね、先ほど言いました具体的なものは、食事をするしないはそのやっぱりご家族親族の方の判断に最後はなってきます。ですが、うちのお客さんはですね、やっぱりご当家の方は、見とりましたら、やっぱり食事はやめとこうと、弁当を渡してありがとうございましたという形を取りたいというふうにされる方が多くなっています。今コロナでですね、やっぱり変わったことというのはやっぱりそういう関係なんですね。で、火葬場なんかももう本当近いし、人が多いですから、自家用車でやっぱり火葬場に行かれるということで、以前のようにタクシー、マイクロバスを使ってという件数はですね、全体的にうちは少なくなっておるなというのが今の状況です。本当ここでですね、写真をこうしよう、例えば遺影にする写真ですね、で中には、遺影写真残したらですね、あと面倒見るもんがおらんから、やっぱり今回の葬儀には遺影がなくても葬儀できますよねと
やっぱり言う方おられますし、ご自宅の方から、自分でお母さんお父さんの、これが一番いい写真なんですよ言うて写真持ってこられて何枚かこう飾られたりですね、その辺は自由に家族の方が、本当家族で行う葬儀ですから、そういうふうな形は周りの方のどういうのかな気にされず自分らがやりたいようにされております。やっぱりこのコロナウイルスの影響でですね、つくづく変わったなと思うのは、本当ご家族が、個人とゆっくり誰にも気兼ねすることなく最後のお別れができるというのがこのコロナウイルスになって、私にとって感じます。それとやっぱり家族の方がですね、先ほども言いましたように周りの方の目とかそういうものを気にすることなくね、家族だけでもうこういうんしょうやという形で家族の意思で葬儀ができる。やっぱり以前の葬儀というのはやっぱり家族の意思があってもなかなか家族の意思だけでは葬儀ができないという状況というのがあったんですね。でやっぱりそういうところが変わったなというのがこの駅北ホールおよび葬儀の打ち合わせをしておってですね、私が直接家族に触れて感じたことです。ですからある意味今本当に人数少なくなりましたけども、家族の方が本当は昔から皆さんが多くの方がですね、葬儀個人とねやっぱり最後のお別れということで、個人とゆっくり誰にも遠慮気兼ねなく、行う葬儀というのができるんだなというのが、私の今正直な感想です。で実際葬儀はそうあるべきじゃないかなというのもあります。ということで、今日はですねこの駅北ホールで葬儀の打ち合わせとか、葬儀最近の葬儀の事情というのをですねちょっとお話をさせていただきました。以上でございます。失礼します。